羽生譲る、世界選手権、激闘プレイバック。注目ライバルはご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨年は新型コロナの影響で中止となった世界選手権。一昨年の大会では羽生譲ーる、26、ワネイサンチェンに一方及ばずにいいとなり、悔しさをあらわにした。2年ぶり世界選手権。 ゆずのリベンジの時が来た。そんなゆずのこれまでの激闘をプレイバック。12年、日本男子史上最年少の世界メダル。入賞でキればとの思いで出場したというシニア初の世界選手権でまさかの銅メダル獲得。当時のコーチ、安倍奈々美先生と感動のハグ。13年、フリーで追い上げるもよに、インフルエンザからの病み上がり、左膝故障と満身創違の中、SP9 位に。 FS で猛追するも表彰台には惜しくも届かなかった。14年、日本人として2人目の優勝。プレッシャーに負けるのではなく、挑戦できることが楽しいと、世界ランキング1位となった最初のシーズンを優勝で締めくくった。15年、退院直後で2位に、腹部手術での入院などトラブル続きのシーズン。山ありだにありだったけど、これからの僕の人生の中で生きてくると思うと前向きに。16年、 二年連続で名優に敗北。SP 首位で優勝確実と思われたが FS でミスが目立ち、ハビエル・フェルナンデスが二連覇。演技後の苦い表情が悔しさを物語った。十七年、二度目の聖母。SP ゴイスタートも神がかり演技を FS で披露し、二度目の優勝。このフリーが最高のご褒美ですと珍しく満足げ十九年、メイさんに敗れ悔しさにじます。 圧巻の演技で世界最高得点。しかし、直後ネイサンに塗り替えられ、負けた、くそ、と悔しさを爆発させた。注目のライバル。ネイサン・チェン、21、世界選手権に連覇中、最大のライバル。18年世界選手権から無敗。多様な四回転を武器とするほか、イェール大で学ぶ秀才さもハブと通じる。宇野昌馬、23、全日本でゆずいの投資が再燃。 全日本の FS では、前半のミスを後半にリカバリーし、余裕を見せるモニー。世界の舞台でリベンジ。ダニエル・グラスル、18、フィギュア界のニュー王子。高難度ジャンプを組み合わせた前人未到のプログラムが話題に。憧れはハブ選手だそう。チャジュンファン、19、長身の元子役。通称、韓国のユズ。ハブと同じコーチに指示し、韓国男子初のグランプリファイナルメダリスト。 華やかな演技が魅力。直近のゆずとネイさんの直接対決はゆずの2連敗。さらに現行の採点方式では、世界最高得点の座をネイさんに奪われたまま、自分にとって負けは死後同然というゆず、いざ王者奪還へ。女性自身、2021年3月23日、30日合併号、掲載。羽生ゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリに出場し、 フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イラマオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という異業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ちゃん